こんにちは。こんにちは。10月10日木曜日、お昼のいばキラ TV ステーションのお時間です。本日のこのお時間も議会中継を予定しているため10分短縮でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに茨城県の天気をお伝えします。今日は北部南部ともに晴れのち曇りとなっています。降水確率は 10%、 日中の最高気温は水戸で26度、土浦で27度の予報です。なんか昨日からちょっと風が強い感じがしますよね。そうですね、強かったですね。はい、うん、今日もちょっとね風が強いので、はい、皆さんぜひ お気をつけいただきたいと思います。はい、はい、さあそして本日のいばキラ TV ステーションではですね、はい、いばキラ図書館、はい、今日もですね、うん、本茨城県内にゆかりのある作家さんをお招きしてですね、ご紹介いただきますので、はい、この後すぐですお楽しみに。はい、そしてテクテク茨城界隈散歩道、はい、リニューアルして戻ってまいりました。リニューアル、はい、今日ですね、はい、リニューアル5第1回目ということで、はい、先日特別編はご覧いただきましたけれども、ね、本日からまたリニューアルということですので、はい、こちらもお楽しみにください。それでは行きましょう。はい、いばキラ TV ステーション、行ってみて。いばキラ図書館です。本日は米山静子さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、こちらの本、こだぬきポン、こちらを紹介していただきます。こちらはどういった内容の本になるんですか？これはちょっと低学年向け の、 童話なんですけれども、はいはい、絵本なんですね。はい、それで筑波の麓に住む子だぬきが、はい、なんか悲しい思いに遭いながらもなんか仲間と駆け回って、はい、自然の中で暮らして最後にはなんかちょっと思いがけない結末を迎えるというような童話なんですけれども、はいはい、こちら筑波山のふもと。そうなんです、そこが舞台にしました。はい、これはなぜその場所を舞台にしようか。そうですね、このお話はだいたい20年ぐらい前にちょっとこの原案はあったんで、はい、子どもたちと、はい、絵本作っている時にちょっと思いついた本なんですけども、はい、たまたま筑波山に膨れみかんっていう小さいみかんがな、はい、はい、でそれを見まして、それでとても感動しまして、はい、それでちょっと思いついた本なんですね。はい、でまた筑波山すごい自然豊かなとこなので、はい、何かその筑波山のもとにちょっとこだぬきが顔を出しているような雰囲気の場所を、はい、舞台としまして、はい、ちょっと考えた作品ですけども、こちら、まあ、20年前にだいたい構想はされていた、はい、ということですけども、はい、出版は本当最近されたんですよね。そうなんですね、はいはい、この出版をなぜ今20年経ってからしようと思われたんですか？そうですね、なんかいろいろ歴史とかいろいろ調べて筑波山というのはすごい古い歴史があるところなんですけど、いろいろな、はい、方筑波以外の方とお話しすると全然そういうことがあまり伝わっていないので、なんかそういうことを含めてちょっとお話に盛り込んでみようかなと思ったものですから。そうですよね、筑波山といえばもう昔万葉集だとか、はい、もう一番古いのは北地の国風土記とか、はい、そういうのにも名前が、ね、出てくるんですけども、ね、なかなかそのお話をしてもちょっと通じないので、はい、ちょっとそういうものを少し絡めてお話に盛り込んでみたんですけども、はい、はい、そうなんですね。こちらの本を出版されて、はい、こう気づいたこととか何か感じたことってございますか？そうですね、なんかこれ文芸者さんなんですけど、すごいもうなんか丁寧にこう構成していただいたりとか、はい、それでいや本はこういうふうにできるのだなっていうのはとても勉強になりました。こちらは初めて出版された本、ね、そうですね、はい、初めての経験ですけれども、はい、今後は
まあ、今お話にもありましたけれども、はい、やっぱ筑波山なかなか知られていないとか、はいはい、っていうのもありますけれども、米山さん自体は今後どのような活動とかなさっているんですか？はい、そうですね、活動というほどのことではないんですけども、はい、ちょっと江戸の方に興味がありまして、筑波から見た江戸、江戸から見た筑波ということをちょっと前々からいろいろ調べたりしてるんですけども、はい、なかなか資料が焼けてしまったとか、そういうことでなかなか思うようにはいかないんですけども、なんか広重の絵とかそういうのに筑波さんとかたくさん出てくるんですけども、なんか江戸の人たちは筑波をどう見てたのかなっていうのがちょっと興味があるので、そちらの勉強してみたいと思うんですけども、はい、そうなんですね。じゃあこの、まあ、絵本を読んで、そしてこのいばきら TV 見た方にも、はい、やっぱそういうのを一緒にこう資料を探したり、そしていっぱい歴史を調べてくれるような人が増えると嬉しいですよね。そうですね、はい、本日ですね、こちらのこだぬきぽん、視聴者の皆様にプレゼントがございます。米山静子さんのこだぬきぽん、3名の視聴者の皆様にプレゼントです。件名に米山静子プレゼント係と明記の上、コンタクトアットマークいばきら .tv、 コンタクトアットマークいばきら .tv までご応募ください。それでは最後にですね、この本を読んで読者の方に感じてほしいことなど、メッセージをお願いいたします。そうですね、なんかこれを読んでこうほっこりした気持ちになっていただいて、筑波のお山という言葉が出た時にちょっと懐かしさを感じていただけたらいいなと思うんですけども、はい、筑波のお山っていうのが一つのキーワードになるということですね、はいはいはい。実は、米山静子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。どうもお世話になりました。以上、いばきら図書館でした。皆様こんにちは、笠間観光大使の斉藤博美と申します。笠間稲荷神社の富田美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。歴史と芸術の町笠間では、秋の行楽シーズンに向けてたくさんのイベントを予定しております。まずは笠間の秋の風物詩、笠間の菊祭りをご紹介させていただきます。今年で106回目となる日本最古の菊の祭典、笠間の菊祭りは、笠間稲荷神社をメイン会場に10月19日から11月30日まで開催されます。神社境内および市内には約1万鉢もの菊の花が装飾され、市内全体が菊の香りに包まれます。また毎年大変ご好評いただいております菊人形展では、今年は大河ドラマでおなじみの八重の桜がテーマとなっており、八重の人生を菊人形で表現いたします。ぜひご期待ください。また11月3日には毎年恒例のやぶさめを開催いたします。目の前で的を射る様はとても迫力満点です。この笠間の菊祭りを盛り上げるために、市内ではさまざまなイベントを開催いたします。笠間焼の秋の大陶器市、匠の祭りが進化した笠間ロマンが10月11日から14日まで笠間芸術の森公園イベント広場にて開催されます。懐かしくて新しい手仕事の魅力再発見をテーマに、笠間の地場産業や笠間の美味しい食べ物、手作り品が大集合するイベントです。笠間らしさを体感いただくとともに、何よりも笠間の人々との交流が醍醐味のイベントとなっております。また華道家の狩矢崎翔吾先生によりますトークショーとフラワーデモンストレーションが行われます。狩矢崎翔吾の世界が11月9日に開催されます。この他にも秋の笠間はイベント盛りだくさんです。第106回笠間の菊祭りを中心に関係者一同盛り立ててまいりますので、どうぞご支援くださいますようよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。筑西市にある真壁医師会循環護学院で昨日待望式が行われ、医療への道を歩む決意を新たにしました。この循環護学院は
地域医療の充実を狙いに2年課程で循環護士を育成していて、待望式は半年間の基礎教育を終え病院での実習が始まるのを前に行われています。今回待望式を迎えたのは58回生の男子3人を含む46人で、先輩や家族らが見守る中、生徒たちは一人一人久野宗弘学院長からナースキャップを受け取り、キャンドルに火を灯しナイチンゲール製紙を昇和しました。になりたいと思ってきたのか、それが原点である。そこを忘れずにですね、そういう皆さんが思い描いたそれ以上の看護師になるということを忘れないでいっていただきたい。これ新中学病院を私はご協力をいただいて作ります。よってその時には皆様方の本当にお力が必要になるわけでございます。この実習で多くのことを吸収し、クラス一丸となって協力し合いながら取り組んでいきたいと思います。思いを汲み取れるような看護師になれば、患者さん自体も喜んでいただけるのかなと思うので、その思いやりという気持ちは忘れずに看護の道を歩んでいきたいなと思いました。次のニュースです。今年の春場所で現役を引退した大相撲の元大関雅山の双子山親方が今月8日、母校である水戸市立三川中学校を訪れ、中学校生活で学んだことと題して講演を行いました。双子山親方は生徒や教職員、保護者らおよそ800人に拍手で迎えられると、訪問するのは卒業以来20年ぶりという母校に、懐かしいねと体育館を見渡しました。変わりなく相変わらず古い建物。そうですね。講演では中学時代を振り返り、相撲部がなかったため所属していた柔道部の先生に直談判して相撲部を作ってもらったと、当時の相撲への情熱を熱く語りました。条件付きで、そういう条件提示があったんですか。親に対してでも、ね、こういうことがしたいからって納得してもらうのでね、自分の意見も言うべきだし、やっぱ黙っちゃったらそこでね、道が全部閉ざされますから、どん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 反抗じゃないけどね、ちゃんと意見を、ね、言ってほしいですね。どうすれば自分に自信を持って将来の道へと進んでいくことができると思いますか。難しい質問ですね。なんかまずね、好きなものを見つけることからですかね、まず。やっぱりこう一度しかない人生ですからね。そうですね、何かしらこう目標を持ってやってほしいですよね、はい。また柔道部主将の飛田歩夢さんからは花束が手渡されました。何事にも一生懸命取り組むという話が一番僕の中で印象に残りました。これからの将来の目標がだんだんはっきりしてきた気がしたので、みんなも多分いい経験ができたと思うので、僕としては大変光栄なことだと思います。最後のニュースです。那珂市社会福祉協議会は、料理を通し親子や育児をする母親同士の交流を図ろうと、ママ友でクッキングと題したイベントを那珂市中央公民館で開きました。参加した2歳から4歳の幼児とその母親20組40名は、料理研究家海野俊恵さんの指導のもと、サラダパンケーキやグレープフルーツのゼリーなど4品を調理しました。はじめは緊張していた幼児も次第にリラックスしていき、母親と一緒にパンケーキの生地を混ぜ合わせたり、グレープフルーツの実を絞ったりしていました。また調理器具と格闘する我が子の様子を笑顔で見守る場面もありました。パンケーキが焼き上がると、幼児たちは思い思いに盛り付けを行い、満足した表情を見せました。
調理後、幼児たちは自分で作った料理を楽しんだり、また母親たちは子育ての話題で盛り上がっていました。最後に海野さんは、料理上手は子育て上手と、普段の食事にも気を使い手をかけてほしいと話しました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。下妻市長の稲葉でございます。本日は、下妻市の完熟梨を使ったランチパックを10月1日から発売ということで、県庁に宣伝に来ました。大変おいしいパンでございますので、県民の皆さんもぜひとも応援をいただければ嬉しいと思います。さらに昨年から発売いたしました、完熟梨を使ったリキュールも9月22日に新酒ができまして発売となり、大変に好評いただいて、まもなく完売してしまうほどの勢いで売れております。これらも大変おいしいので、早くなくならないうちにこう皆さんにもご支援いただけると嬉しいと、このように思っております。今下妻市大変頑張ってブランド化を、梨のブランド化を進めておりますので、県民の皆さんの応援よろしくお願いいたします。つくばラーメンフェスタ2013、10月の12、13、14の3日間、つくば市役所西川駐車場にて開催します。時間は10時から19時です。はい、今年は去年より2店舗増えまして、合計13店舗のラーメン店が出店いただきます。つくばでは有名な紀元門や勝龍のコラボレーションラーメン、また全国各地のご当地ラーメンが一堂に会します。ぜひこの機会に筑波で美味しいラーメンを食べに来てください。入場は無料です。ラーメン1杯700円、ラーメンチケットは前売りセブンイレブンで発売中です。皆さんご来場お待ちしております。朝刊ピックアップです。まずはこちらの記事から。四季の魅力児童に花山小学校で体験音楽会、こちらの話題です。子どもたちに音楽の魅力を伝える日立市のアート体験授業、体験音楽会が今月8日、日立市の市立花山小学校で開かれ、全児童400人が日立交響楽団の生演奏を楽しむとともに、楽器の種類や指揮者の役割などを学びました。授業は市が2011年から取り組むアートいっぱい、夢いっぱい、子ども育成推進事業の一環。指揮者の中来進さんが弦楽器や金管、木管楽器、打楽器など各パートを児童に紹介し、メンバーのように演奏するには大変な訓練が必要、練習練習の積み重ねと説明しました。指揮者の役割を学ぼうと児童4人が指揮に挑戦。指揮者を体験した6年生の児童は、緊張しすぎてリズムがうまく取れなかったとちょっぴり悔しそうに話しました。続きまして2つ目の記事、こちらです。鹿尾くん鹿島の日 PR、 こちらの話題です。鹿島市神光寺の県立鹿島サッカースタジアムで今月27日に行われるサッカー J1 鹿島アントラーズ対川崎フロンターレ戦を PR しようと、鹿島のクラブマスコット鹿尾くんが8日、鹿島市役所に内田敏郎市長を表敬訪問し、市民や職員の来場を呼びかけました。当日はホームタウンデイズ鹿島の日とフレンドリータウンデイズ稲敷市の日として、市民らの無料招待や地元の特産品販売などの催しも予定されています。内田市長は、優勝に向け好位置にいる、全勝でいこう、みんなで優勝まで応援しようと市民に力強い声援を呼びかけました。以上、朝刊ピックアップでした。いばきら TV 1周年おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ。いばきらさんは毎回楽しく収録させていただいてます。よろしくお願いします。今度またよろしくお願いします。そうですね、サイミンもね、いろいろ食べるまで一緒にやってるんですけど、とんかつ食べたり、バスの運転手になったり、楽しくやってます。ありがとうございます。私も食べ馬出させていただいたことあるんですけど、たくさん美味しいものを食べたりして、とっても楽しい番組でやらせていただいてます。またお邪魔したいです。
はい、取材のたびにすごいスタッフさんが面白くっていつも笑いながら楽しく やらせていただいてます。今度はまた遊びに行きたいと思います。はい、これからもそんな楽しいいばきら TV さんに遊びに行きたいと思います。よろしくお願いします。以上、今粘れるアイドル、私たちミトご当地アイドルカッコカリエさん、またね。続いてはテクテク茨城界隈散歩道。本日リニューアルして戻ってきました。女優であり書道家の沢沖まどかさんが醍醐町へ行ってきました。それではご覧ください。こんにちは、沢沖まどかです。今日は日立醍醐駅に来ました。これから醍醐町をテクテクお散歩していきたいと思います。こちらなんですけども、赤丸ポストですね。私初めて見たんですけど、すごくレトロで可愛らしいですね。こんにちは。こんにちは。醍醐町公認書類の関と申します。よろしくお願いします。関さん、よろしくお願いします。ご案内させていただきます。はい、まず最初にこちらの日立醍醐駅脇に常設されている、はい、SL の展示です。ぜひご覧になってください。はい、よろしくお願いします。はい、こちらが常設の SL です。はい、とっても素敵ですね。やはりでもどうしてここに置いてあるんですか？これは水任線を昭和42年から45年まで走っていて、はい、その後役目を終えまして、はい、こちらに展示されているんです。この SL はもう走らないんですか？はい、こちらの C12 型の SL はもう走ることはありません。去年の11月30日から12月の2日にかけて3日間、はい、これたちが C11 型という SL が水運線を特別に走ることはありました。それ走られた時に乗られたんですか、関さん？乗ってないです。乗ってないですか？乗れてませんから。あ、違います。1年前です。正確には101段階段になっています。100段じゃないんですね。数えると100段じゃないです。でも一応100段階段ってなってるんですね。うん、息切れますね。運動するの大好きなので。そうなんですか。一気に駆け上がりたい気分です。そうなんですか。いや、そうは思わないです。はい、ここで何段目ぐらいですか？もう90段ぐらいですか？はい、こちらが大ケヤキです。はい、一番右側の木が推定樹齢500年と言われております。500年2本あります。はい、右側の真ん中のと、はい、そして一番左側の木。はい、そうです。その下に屋根がひょっくり見えているんですけれども、はい、文武館文庫と言いまして、昔はこの辺りが醍醐陣屋と呼ばれておりました。その醍醐陣屋の名残がその下の文武館で、それと一緒に合わせてここは茨城県の指定天然記念物となっております。先ほどの大ケヤキから降りてきまして、はい、こちらが
文具館文具と言われる書籍です。昔の図書館ですね。はい、図書館文具館だった頃の図書館で、今は本は入ってないと思われますが、かつてはたくさん文具として扱っておりました。で、先ほど老家駅は図書館の書籍と一緒に文具館文具館の老家駅群と呼ばれております。IBS 茨城放送といわきら TV のコラボレーション、ドクター太田のワンポイントリハビリテーションのコーナーです。今回は老いとうまく付き合うについてお送りします。ドクター太田のワンポイントリハビリテーション第703回。先生、今アンチエイジングという言葉をいろんなところで聞きますよね。でも老いというものとこ うまく付き合っていくことができたらもっといいのかなっていう気もしています、うん、ねえ、はい、若い田中さんからそんなこと聞かれると返答に困るけどね。あなたもアンチエイジングやってるんじゃないな。ちょっとやってますね。ちょっとやってる。まあ、あの若い方がおっしゃるね、はい、アンチエイジングの意味と、うん、まあ、我々高齢者が、ね、考えなくちゃいけないことはちょっと意味が違うと思いますけどね、はい、まあ、最近ではあの三浦雄一郎さんがね、うん、はい、高い山に登ったでしょ、ね、はい、半端じゃない山に登ったという、うん、まあ、これはね言ってみればねアンチエイジングですよ。年取っててもこんなできるんだっていうね、うん、はい、だけど私に言わせると、まあ、それはそれでいいことだと思いますけどね、あの年相応のねことをきちんとやると、まあ、年相応っていう言葉が日本にはあるんだけど、アンチじゃなくて、アンチじゃなくて年相応に生活をしていくっていうか、そういうことっていうのは大事なんじゃないかと思ってるわけで、その年相応っていうのはじゃあどういうことかっていうと、またそういう時は反対に考えてみればいいんですけどね、年相応でない人っていうのはいっぱいいるんで、もうちょっとなんかできるのに何もしないっていうのは年相応じゃないんで、そっちの方が心配ですよ。なんかなんかやりすぎてなんだかんだっていう問題もあるかもしれない、その、まあ、研究が今お話した三浦さんみたいなことじゃ急に真似しようかみたいなことをやってると危ないけれども、年相応のことをあなたしてるという話になるの、うん、年相応以下じゃないのと。そうするとどういうことが起こるかっていうと、本当はねもう少し維持できるいろいろな機能っていうのがあるのに、それを維持させない、だからアンチじゃなくて維持もしてないっていうことの方が、まあ、高齢者の場合にはもったいないかなっていうような気がしますね。だからアンチエイジングっていうのは、まあ、若い人がねやればいい、もう年寄りは年相応、それはあのきちんと維持できるところを維持しましょうという、そういう考え方を持つべきだとこう思いますね。さて、夕方のいわきらのコーナーのゲストには笠間ジャズ実行委員会の皆さんにお越しいただきます。どうぞお楽しみに。さあ、そして毎週木曜日は茨城三国志、はい、本日は特別編、特別編ということですので、皆さんすでにもう配信されているようですので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください。ご覧ください。それではこの後も笑顔あふれるキラキラな午後。